もあれが始まります、オープニングがあります。あります。 OK です。告知は？告知はないです。20秒前です。YouTube も始めます。こんばんは。はい、3月27日月曜日、時刻は夜8時ちょうどになりました。私たちの元気な源、美女の掟の時間です。今日この美女の掟は、沖縄や宜野湾市に根ざしたホットな情報をお届けする番組です。今日のパーソナリティは、三つこと、大城光代。はい、鳥の丸焼コケコッコハウスオーナーリエこと池原理恵です。はい、今日は2人でお届けいたします。あとの2人はツイキャス参加してくれるかな待ってます、はい、今日はですね、本当にね、ユーリン、ね、いつも、ね、ミキサーしてもらってるんですけど、はい、今日は娘に会いにですね、はいはい、今日はチョックンに、はい、お願いします。はい、よろしくお願いします。お願いします。リーさん、お久しぶりですね。はい、久しぶりです。だいぶお久しぶり。ちょっとあまり元気がなかったので。そうなんですか。今日元気にしてください。チョックンが、はい、分かりました。一曲歌うとか。あ、ちょっと考えておきます。はい、さてですけど、なんか告知はないんですね。告知はないです、はい、さて先週はどう過ごされましたでしょうか。私今ですね、ちょっと車の車検がもうすぐ迫っていて、うん、で車をちょっと探しています、うん、でちょっとあの試乗に行ったりとか、うんうん、楽しみですね。はい、楽しみ。でもちょっと疲れてきたなんか今体力なくてねえ、なんかあの先々週からあれですよね、ずっと体調悪くてね。そう、あの、まあ、確定申告はクリスマスの疲れから確定申告の疲れまでずっと引きずってて、ね、もう若くないんだなって一番若いんですよ。レイさんですか。そう、でもなんか体力的には一番おばあちゃんだよねなんかみんなお姉さんたちの方が若いはい、私の方はですね、ちょっとね、法事があってですね、あの久々にちょっと親戚とね、うん、まあ、東京から来た甥っ子姪っ子に会ってね、久しぶりに会ったんですけど、うん、やっぱり5年ぐらい会ってなかったんですね、うん、あの3年ね、コロナでね、はい、5年間すごく変わっててもう外で会ってもわからないかなぐらい変わってました、うんはい、子供の5年って長いですもんね。本当びっくりしました。小学生だったのかね、うん、もう高校生みたいな感じになっててびっくりです、ね、全然違いますよね。うちの子でも5年前って言ったらもう小学生8歳とかだけどね。ですよね。全然違う。でもね、だんだん、まあ、コロナも緩和されてきて ね、だんだんやっぱりね、にぎわってきたっていうか、うちお店もちょっとやっぱり少し忙しくなってて、なんか今ね、この何ですか、うん、お祝いとかいろいろあって、もともとは忙しい時期だったんですけど、コロナでやっぱりね、全然なんか、なくなってたのが、うん、やっぱ今ねちょっと忙しいんですよね、うん、私も先週、うん、そうそう、またそれもあったんですけど、先週やんばるの、はい、みかん畑があるんですけど、はい、もうずっと放置のままだったんですね。すごい母がもうねとっても気にしてて、うん、あ、なんかね、もう母のためにもうね85歳になるんで、うん、なんかね母のためになんかやってあげたいなということで、友達をちょっと集合させて、はい、みかん狩り、みかん狩りではないね、うん、みかん木をちょっとね、鳴らす、うん、なんかね、ちょっと草刈りしてる、お手入れしてる感じ。そうそう、行った時に、うん、ね、なんかそれだけではちょっと大変なんだってことで、ちょっとバーベキューをしようということで、リエさんのコケコッカハウスさんに。あ、それで、それでだったんですね。それちょっとバーベキューの、うん、あれに入れて、やったらもうすごく喜んで、うん、また買いに行くと思いますよ。あ、嬉しい。ありがとうございます。めっちゃ美味しいって褒めてましたので。嬉しい。はい、ここでゲストがいらっしゃいました。ゲストさん。ね、なんか、
どうぞどうぞ。ねえ、なかなかね。あ、こっちですかね。あ、いえ、大丈夫です。前が映る。お邪魔いたします。はい。どうぞどうぞ。ちょっとマイク失礼しますね。はい、はい、大丈夫です。はい。はい、でもね、はい、今日はね本当になんかね次の番組のねなんですけどなかなかやっぱ喋る機会なくて、そうなんですよ、ね、やっとすいません今日はなんか最後になりそうでそうなんですよこの後夜9時からくくるゆるラジオという番組がございまして、はい、そのパーソナリティを務めておりますリカさんと申します。よろしくお願いします。お願いいたします。よろしくお願いいたします。実はちょっと遅れてしまって誠に申し訳ありませんでした。いえいえなんかぐっと平均年齢がいやいつも、ね、そんなことはそんなことないですよはい、リカさんありがとう。はい、リカさん先週は何かありました？先週ですか。先週は仕事に明け暮れてましたね。そうなんです。はい、で何の仕事されてるんですか？はい、普段は自分フリーランスで舞台演劇やエンタメ系のイベントの制作や、ヘルプで受付をやったりしているんですけど、かっこいい、はい、かっこいいね。先週はもうその現場のヘルプで、ね、ちょっといろんな現場を回っていました。素敵、なんかなかなかそんな話する機会ないもん ね、 そうですね。何かやってる方だなって本当ですか、うん、なんか個性的でね、かっこいいので ありがとうございます。なんか髪の毛が気になってそう今日はどうやってくるんだろうみたいな。そうですよ、毎回違いますもんね私ね本当にすごいなんかね、そう、私にも2ブロックしたいとかってね、いいですね。ね、はい、今日はね、この3名で、うん、はい、じゃあチョックも合わせて、はい、4名ですね、はい、よろしくです。ちょっと歌ってもらおう。まだか。そうですね。まだ早いですよ。まだ。じゃあ後半で。まだなんてあったんだ。まだあります。もうちょ心の準備がね。ジョブは今日初めて一人でミキサーをやってるので。あ、そうなの？そうなんです、ね。デビュー日。はい。いつもだったらね、大きい翔一くんがいるんですけど。ね。今日翔一くん。翔一くんも終わった？はい、終わりました。そうなんですね。はい。先週で、はい、卒業されましたね。そうか。結構コメント来てますね。読みましょうか。お願いします。高坊さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。高橋さん、ラジオネームヤン吉さんですね。ヤン吉さん、美女の皆さん、ゲストのりかさん、こんばんは。初見です。初めてありがとうございます。りかさんの、はい、番組にお越しいただいてます。常連さんですね。ありがとうございます。こっちにも来てくださいね、ぜひ。くれないのジャガーさん、お久しぶり。キャーリエちゃん、イエーイ。本当久しぶりだからね。ヤンキチチョックン、こんばんは。こんばんは。美女、久しぶりの登場です。美女2名ですが、トップクラスの美女2名です。やった、ありがとう。夜さん、トロイツ、あ、覚えてますねでしたね。皆さん、こんばんは。ラントさん、リッカーさんに圧をかけに来たラントです。なんだと負けないよ。高坊さん、はい、リッカーさん、はい、人気者ですね。マユさんだ。美女の皆様、こんばんは。私まだね、マユさんで、うん、そう、私も会ってなくて、ね、マユさんもよかったら来ませんか、美女に。ちょっくん、マヨヨ、頑張ってね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日の掟、うんうん、何でしたっけ。行きたい国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 。はい、皆さん、なんか行きたい国あったら、はい、どうぞどうぞ。どこだろう。ツイキャスでコメントください。直君は自分ですかね、うん、自分、あ、でもヨーロッパに行きたいです。ヨーロッパだったとこです。なるほど、はい、ヨーロッパサッカーしてるので、やっぱり、はいはい、その有名なチームな、そのスタジアムとかに行ってみたいですね、うん、で高坊さんが言ってるスペイン、バルセロナとか。あ、なるほど、まあ、いいですね。いろいろあると思うんですけど、ミランとかですかね、イタリアとか行ってみたいですね。私も旅行は行ったんですけど、みんなで、ね、なんかちょっとアジア系、アジアばっかしなんですよ。あ、いいですね。でもだからちょっとまあね、還暦の時にはって思って、うん、
ちょっとヨーロッパ行きたくね、ちょっと豪華客船乗ってって思ったんですけど、はい、ちょっとコロナになってね、そうですよね、ね、だからね、積み立てはね、うん、結構みんな食べてて、はいはい、意外と積み立てはされたんです、一緒に積み立てしてるんですよ、あ、旅行行けなくて、あ、それも楽しいですね、そうそうそう、でもね、今縁がねまあまあってね、ちょっと縁が、縁がね、国内で我慢してるんですよ、はい、今ね、なるほど私また明日から京都行ってきます、ね、明日から、いいな、いいですね、何泊されるんですか、2泊3日で行ってきますけど、3月ね、本当にあら旅行支援金、うん、うん、なんか使わないわけはないじゃないですかそっか、そうですね、でありましたね、私も今回3回行けたんですよ、ね、すごいすごい行ってますよね、でちょっと4月5月はちょっとおとなしくするので本当ですか、でお客さんにもめっちゃ迷惑、もう本当にね、いつも本当にぎゅうぎゅうになってしまって、私ちょっと大変でした今月遊ぶために頑張ったんですね、すごい、ね、なんか楽しいです、いいですね、先週は本当にね、広島行ってきて、はい、ね、もう本当に楽しかったですよ、はい、いいな、でもね、本当にコロナね、もうマスクがちょうど切れた時だったので、うんうん、あんまりそうね、結構外国人、はい、広島ね、うんうん、なんだ、本当に、はい、結構観光客多くて、あ、そうなんですね、あら G7 のね、うん、なんかあるじゃないですか、なんだったサミット、はい、首脳会議的な、そう、5月にあるんですけど、うん、その間だと思うんですけど、すごいよ、もう多くて、へえ、して、厳島神社をそのまま行く、うん、ね、はい、最初に行くつもりだったんですけど、はい、もう長蛇の列になっててその上にロープウェイがあって山に登る、はい、うん、そこから先に回ったのが良くて、はい、全然何も待たずに、はい、スムーズに回れたので、そうなんですね、でも本当に店全部本当にいっぱいで、うん、だからそこの、ね、現地の人もすごくびっくりしてて、コロナ明けにこうなんかみたいな急に戻ってきた、本当にバスが1時間半待ちとか、そんな感じでした、うん、すごいですね、テーマパークみたい、うん、だから多分、あ、ごめんなさいどちらでした、出身ですか、出身は東京なんです、うん、実は、そうなんですよ、はい、なのでスカイツリーとかも最初はおって思ってたんですけど、うんうん、よく見たあれ都内にいたらどこからでも見られるなって気づいちゃったっていう、でも楽しいですよ、視界に入らないから、はい、全部が本当に地面にこびりへばりついても全然上が見えないっていう、そうなんですね、すごいですね、皆さん寝転がって写真撮ってました、本当に面白い、行きたい国はどうですか、行きたい国は考えたんですけど、ギリシャかなと、あ、いいですね、ギリシャって国ですか、合ってますか、合ってますよ、合ってますか、地理に弱くてすみません、私も弱い一旦じゃあ CM 行きましょうかね、はい、はい、今日午後次のやつないんですよ、ああ、本当、どうします、あ、1時間バックする、どうします、どうします、歌えばいいじゃん、一回切れると思うんですけど、いいよ、歌って何で、いや放送局キーに引っかかんないから全然大丈夫ですよ、なんで何歌う、アカペラで歌いましょうかね、じゃあ歌うんだ、ほんとに歌って歌って歌うんですか、なんか卒業の歌歌います、じゃあリカさん、今日は卒業、卒業の歌、なんか尾崎豊か、そうです尾崎豊かとか、あ、そういえばさ、歌詞とメロディーが分かる、先週やんばり行った時さ、息は高速あれなんだけど、筋とどこの間かな、めっちゃなんか工事してて、うん、あれやばいね、いつまでなんだろう、あれそうなんですね、ちょっとこの尾崎豊さんの私分からんね卒業分からんねちょっと考えてきましたね、じゃあ10、はい、10秒前ですね、こっちやるから、はい、かけます、
はい、ただいまお聞きの番組は FM ギノワンから生放送でお送りする美女のおきてです。時刻は20時14分を回ったところですね。さて今日のおきては行きたい国です。皆さんどうですか？私ですね、前も言ったかと思うんですけど、ボリビアのなんだっけ、ウユニ塩湖っていうのが見てみたくて、空が全部こう湖に映ってる、だから地面もなんか上も空みたいなところがあって、反射して、はいはい、そうですそうです、もう空が全部映ってるっていう、そこに行ってみたいなっていうのをずっと思ってます。いいですね、絶景、絶景を見に行きたいですね。ですね、いくらぐらいかかるんだろう、ね、本当ですね。もう全然調べたこともなくいつか誰か連れてってくんないから、でも人任せなんですけどでもね、なんか私は本当に飛行機に乗ることがちょっと苦手だったので、うん、あ、そうなんですか？そうなんですよ。なぜかって言ったらね、ちょっとおトイレ、トイレの鍵が壊れちゃって2時間閉じ込められちゃったんですよ、お手洗いに。そうなんですよ、違う、飛行機ではないんですけど、まあ、前の職場なんですけど、広いちょっとトイレだったんですけど、やっぱりさ、さすがに2時間とか閉じ込められてたら、1時間半後になんか過呼吸になっちゃって大変大変、もう本当に、はい、であれからちょっとトイレ入るのがちょっと怖くなっちゃって、はい、あ、いつも友達にちょっと押してもらってたっていうか、そんな感じだったんですね。鍵をかけないで、なるほど、そんな感じだったんですよ。だけどトイレだけだと思ってたんですね、ある日ね、ちょっと旅行で出かけた時に飛行機乗った途端、はい、過呼吸始まっちゃって、もしかして私、飛行機乗れなくなるのっていう感じになっちゃって、密室が苦手な感じですか？そうなんですね。あ、なので、もう本当にびっくりして、はい、それからもうちょっと克服しなくっちゃっていうことで、一番近くてちょっとワクワクする国っていうことで台湾を選んで、私40回行ってるんですよ。すごい、40回ですか？すごい、年に何回も行ってたんですよね。そうそう、コロナ前はね、20回行った頃には本当にちょっと克服できて、だからどこに行くわけでもなく、本当に飛行機乗るための台湾だったんですけど、なるほど、そういう理由があったんですね。そうなんです。だからみんながなんでまた台湾って言われてたんですけど、一番近いし、確かに、ね、落ち着くっていうか、なんか人生なんかあったんですかね、わかんないけど呼ばれてるかもしれないみたいな。したらね、やっぱり漢方とかあっちすごいじゃないですか、はい、漢方通りとかあって、ですね。したらなんかそこを見るのもとっても好きで、したら私ね、なんかね、ちょっとなんていうのか、後ろにいるなんか観音さんが見える人がたまたまいて、って言ったじゃないですか、森の中で。そうそう、したら薬事観音さんがついてるって言われて、だから私そこの前にそっちゅうね、なんかそれつながってるのかなとかね、ご縁があるんですね、やっぱり、不思議ななんかご縁で、すごい。台湾めっちゃなんかね、台湾の人ってすごく優しくて、はい、なんかちょっと困ってたりするとね、なんかね、地図、あ、場所が分からなくて地図を広げてたら、どうしたどうしたのって声かけてくれて、私も一回行ったんですけど、すごい皆さん親切でした。なんか沖縄の人が好きなんですよね、台湾の方って。そうなんですか。なんか過去になんか何でした、沖縄の人がなんかダムを作ったとか、そういうなんか歴史的なことがあったらしくて、すごいなんか沖縄の方を大事にしてくれるというか、本当になんかね、親切にしてもらいました。もう街行くいろんな人に。だから本当に他の国だとちょっとね、私怖い思いもしたことあるんですけど、台湾だとね、ちょっと親も連れていけるかなって感じで、私、母が83ぐらいの時か、お友達も連れてきたいっていうから、80代を3名連れてきたんですよ。本当に。だからすごい。もうね、なんか迷子になっても大丈夫だからねって。いやいや。したら見事に迷子になりました。でもちゃんと帰ってきてました。よかった。ホテルとやっぱりお金だけね、タクシー乗れれば、どこでもタクシーできるので、ああ、やっぱそうなんですね、ぼったくりもないし、そうなんだ、ありがたい、本当本当、優しい優しい、本当に皆
さん優しくて、うん、いいですね、うんうん、なんか優しいけどちょっとぶっきらぼうな感じはしますね、まあ、言葉なんとなく、うん、でもすごくみんな優しい人、うん、そうそう、一気に本当に台湾好きになって、うん、はい、今お友達ね、台湾のお友達もいるので、あ、そうなんです ね、 ね、ま た、 たまにね、だからコロナの時本当にコロナロス、本当にね、うん、ちょっと台湾ロスになってしまって、うんうん、それからちょっとね台湾料理とか、はい、うん、なんかねその期間、うん、ちょっといろいろやってました、うん、この人呼んで、はい、なんかね台湾の人って本当に なんていうのかな料理とかもね、はい、あんまり味の素を使ったりとかってしないんですよ、ニンニクとか生姜とか本当に自然なものを使ってやるので、うん、本当に健康にいい感じの、うん、オーガニックだ、やっぱりなんかね、果物とかもすごくいろんな果物があるんですけど、本当無農薬に近いっていうかね、はい、なんか国に入れるのが結局いいものしか入れないっていうか、うん、あー、なるほど、そうそう、だからあそこ行ったらね、はい、結構また安くで食べられる果物いっぱいあるじゃないですか、あてもやとかもね、うん、高いじゃないですかここで、うん、高いですね、高いからあそこだとめっちゃ大きいのがもう本当に安くで食べられたので、うん、わ、うん、だから果物を食べに行くっていうか、いいですね、あのスイカとかもスイカのジュース丸ごとスイカのジュースなんですよ、うん、それが100円もしないはず、60円とか、でも今はやっぱり高いんですかね、にしても安、お安いですよね、うん、大きいですもんね、何か、うん、あのタピオカを飲んだんですけど、うん、すごい大きくて、うん、いつ飲み終わるんだろう電車持ち込めないよなすごいお腹タポタポにした思い出がすごい、うん、なんかね食べ物本当に、はい、ぜんざいとかね、うん、なんていうのかな、うん、あの氷、はい、かき氷が結構、かき氷ね、うん、なんかふわふわかき氷いっぱいありましたね、ああいいな、なんかマンゴーとかもマンゴーごとなんかね、はい、固めてそれをそう、そうそう、生のフルーツをそのままいいですねいやそれいい、それいい、ちょっともう来年 ね、行こうかな、ぜひ行きましょう、ですね、うん、リカさんも一緒にあ、ぜひ、ありがとうございますね、ね、ジョックも行く、もちろん置いてかないでくださいよ逆に、逆に、逆に、うんうん、私韓国も行きたいんですよね、カンドラ好きで、あ、自分も最近ですね、あのイテオンクラスを見まして、うん、イテオンクラス、イテオンクラス、あれを見て韓国に行きたいなって初めて思いました、うん、韓国私何回行ったかな、10回ぐらい行ったかな、あ、そんなに行ってるんですね、最初に行ったのがちょっとね、うん、まあ21ぐらいの時なんですけど、あの時はちょっと怖くて、はい、あのやっぱりなんか日本人はこういうことしたみたいな、 ありましたよね、まあ、昔は、まあね、うん、あの時は本当に、ね、だからなんかお寺を回って、うん、なんかこんなことしたんだよみたいな感じで、なんかもう謝ってた感じ、うん、歩かれけなかったんですよ、反日感情強い国だったね、したら10年後ぐらいに行った時、ちょっと日本ね、結構日本語ブームってね、うん、日本人ブームとか、そうですね、そうそう、韓国ブームがなった時に行ったら、うん、やっぱりちょっと変わってましたね、やっぱり若い人なんかもね、うん、日本好きで、うん、なんかちょっとほっとしたんですけど、うん、ね、ちょっとそれがあったので、私も怖いけど、うん、でも行ってみたいなと思ってたので、うんうん、なんかあそこはね、なんかね、なんか男ね、若い子なんかも、うん、あら、やっぱり訓練があるじゃないですか、なんだった、あ、ね、ありますよね、2年間軍に行くんですよね、兵調制度というか、調整、徴兵だ、逆だ、兵調じゃない、ピシッてしてるんですよ、ね、なんか皆さんメディアに、ね、出られる方は皆さんピシッて背筋されててね、本当なんか礼儀正しいし、本当みんななんか紳士というかね、うん、ドラマ見てるとみんななんかかっこよくて背が高くてこんな人ばかりじゃないとは思うんですけどね、 ね、すごい素敵だなと思いますね、なんか料理も美味しそうだしね、はい、料理美味しいですよ、うん、美味しいですか、あのやっぱりあのなんていうのかな、最初に出るあのなんていうのか、前菜っていうの、はい、あれみんなタダなんですよ、あ、えっ、そうなんですか、キムチがあったりなんかちょこちょこちょこって、ここではやっぱり韓国の人ね、まあ、私も弟がちょっと居酒屋にしてるので、うん、はい、韓国人が来たら、
なんかもうねえこれもお金ついてるってめっちゃ怒られる。沖縄はこういうこんな感じ、こんなっていうのをね知らないとね。もうお年ちょこっとですもんね。そうそう、沖縄は、ね、本当に韓国はこれで全部タダだからって、うん、いやもうここお国から違うとかね、うん、説明するんですけど、本当にあっちはね、だからね、なんか一緒に2人もしね2人とか行ったら、はい、ちょっと2つを取るっていうのはちょっと食べきれない感じ。あ、そんなについてくるんですね。あの最初に来て、して様子を見ながら注文した1個、うん、はい、注文してっていう感じですね。本当に結構ついてくるのが結構多いので、なんか冷蔵庫をいっぱいなんかこうタッパーでいっぱいにしてるイメージがありますね。副菜をなんか作り置きいっぱいしてて、っていう、キムチとかもね、あの日持ちする作り置き野菜なので、そうですね、そういうのをねお母さんがすごい持ってくるみたいな、うん、ねじゃあ常にもう加盟してるような。そうそうそういいですね。今日のビジョンを送っていくですね、はい、あの後半のちょっと番組がないということで、前回同様1時間なんですが、はい、じゃあ25分からですね、うん、あちょっと CM の方に入って、または30分からやりたいと思いますので、はいはい、かしこまりました。1時間番組、はい、2度目の今日も延長です。お付き合いください。でその後にはリカさんの、ね、番組がありますので、はいはい、どこでも言ってることなら言ってもいいですか。、はい、あの皆様ぜひあのコンティニュー公演というものがございますので、ツイキャスの方、はい、そうですね、そちらをね、5枚意味が分かんないんですよ。これあの公演のマークがあるんですけど、うん、あのコインのマークが5枚たまったら、うん、30分で切れるものが1時間に延長されるんです。なのでアーカイブは綺麗に残るんですよ。なのでこのね、美女のおきてさん1時間番組なので、あのくくるゆるラジオもその後あるんで、10枚欲しいです。はい、皆さんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。なるほど、面白い。じゃあ4分後にまた始めます。はい、そんな感じでございます。みちゃんさんからコメント来てましたね。はい、上の方にいっぱいコメント来てる。来てます、来てます。ちょっと読みたかったんだけど。どっからかな。もうちょっと下じゃない、下読んだ、うん、こっちまでは読んでますね。リカさんまで多分読んでる。あ、高坊さんありがとうございます。やった、あと3コインもらいました。あと3コイン、あ、ダントさんありがとう。あ、こんな感じで出てくるんですね。はい、ねえ、全然知らない。これ何だろうみたいな。そうですね。いや、1時間になるときはあのコインくださいっていう。私は狙っちゃうタイプ。今自分も言いました。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。チョップさんから。え、チョップのママさん。2個入れました。あ、もう大丈夫です。ここでちょそのままできます。やった、ありがとうございます。優しい。すごい、すごい、みんなくれる。嬉しい、リスナーさん嬉しいですよ ね、うん、ラントさんから呼んでないのかな。え、チョッくんのママなの。これはあのまゆうさんが自分のお母さんと同級生ぐらいで、あ、それでまゆうさんが私はチョックンのママだよって言ってます。なるほど。はい、それでだと思います。チョックンのママの年が近いから。そうです。あ、高坊さん、スペインバルセロナだを。チョックンのお父さんと同じ年だったの。そうです、62、1か2ぐらい。そうでしょう。高いですよね。いや、皆さん、それは美女です。お若いですよね、本当に。本当に。ジノクさん、皆さんお若いです。カボさん、カンプノウってどこだろう。バルセロナ。聞いたことありますね。バルセロナ。スペインでしたね。スペインかな。聞いたことありますね。カンプノウ。沖縄大好きさん、こんばんは。こんばんは。一回頑張りましたから。スペインバルセロナのサッカー専用スタジオ。あ、スタジアムなんだ。なんで俺が分からないですかね。全然分からなかったですね。ヤンキチ、ヤンバルの路線バスも1時間に1本くらい。そう、僕はど
マンティック街道に行きたいです、ね、ロマンティック街道。沖縄大好きさん、行きたい国アメリカかな。アメリカも行ってみたいですね。ヤンキチさん、アメリカのカリフォルニア、親戚が住んでるので行きたいかな。あ、いいですね。私いろいろ迷ってて、韓国行きたい会、今回でしょ。こっちとは、ね、台湾行ってね。でカナダ会、すごい。カナダ会もあるんですね。私韓国もカナダも行きたいですね。じゃあ好きなカンドラがちょうど韓国とカナダが出てくるんですよ。あ、そうなんですか。はい、全部カナダ、はい、行きたい。本当はカナダはもうちょっと先に、ね、行く予定だったんですよ。だから、ね、20年前です。続きは何を言えばいい。続きはもう、あ、先ほど続きです。5秒前、4。中上さん、どうぞ。はい、こんばんは。FM ギノワンからお送りする美女の掟、引き続きパート2、2部です。はい、引き続きよろしくお願いします。お願いします。リカさんもよろしく。はい、よろしくお願いします。今日は若いメンバーを2人交えて、平均年齢ぐっと下げて、はい、お送りしています。ジョン君のお父さんと同じ年で言わなければバレないですよ、ね。うん、本当に、本当。お父さん若いから。みつこさんからもコメント来てます。ありがとうございます。お、カナダ行きたいな、行きましょう。ラントさん、アメリカのユニバに行きたい、リカさんと一緒に。あら、通訳お願いします。みつこさん、リカさん、ちょっくん、今夜はありがとう。ありがとうございます。ありがとうございます。ラントさん、チュラカーギーの皆さん、本当、本当よってあった。皆さん、コンティニューコインありがとうございます。高橋さん、ラントさん、クックドゥ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 、金城さん、まゆゆさん、クックさんはもう一回来てくれてる。あ、まゆゆさん、女性の総会楽しみ。あ、本当だ。よろしくお願いします。ちょっくん、私も若いでしょって言ってますよ。はい、まゆさん若いですよ。みつこさん、リエミツ、後半も頑張、ありがとうございます。はい、はい、ということで引き続きテーマはそのままでいきますか。はい、行きたい国と、行きたい国で、沖縄大好きさんはどこに行きたいですか。ちらって覗かれてますけどね。え、スーミーされているね。いい。沖縄に住んでどのくらいですか。わあ、待ってください、今計算してます。この年できたからもう18年なりますね。そうですね。意外と住んでたら長くなりました。おいくつできたんでしょう。年がバレる。あ、全然言って大丈夫ですよ。自分19歳で沖縄に来たんですよ。はい、東京で生まれ育って、高校終わって1年間は働いて、でも疲れちゃって、あ、家族旅行で行った沖縄、人があったかくてとても良かったなって思い出して、はい、それで単身で、先に行ってるねって言ってきちゃいました。あと1年で沖縄の方が長くなるんですね。そうですね。すごい。そうなんです、でも若く見える。なんかね、広島行った時もなんか沖縄って言っただけですごい、沖縄ですかってなんかね、すごくなんか、で、ちょうどそう食べに行った、夕飯食べに行って、はい、もつ鍋食べに行ったんですね。あ、いいっすね。したらここの従業員が声かけてきて、はいはい、沖縄の人ですよねって言うから、え、なんか名前とか、なんか顔とか、ね、したら、いや、喋り方がとか言って、喋り方みんなやばかったのかな。で、沖縄の人を知り合いがいるみたいな感じですか。ね、沖縄好きで、先週も行ってきたんですよって。あら、そうそう、とってもいいですよね、沖縄住みたいですとかって言われて、おいでって、ね、本当にそんな感じが多かったですね。で、はい、宮島に行った時に本当になんか観光客いっぱいで、本当に閉まる店が結構ね、やっぱりコロナのせいで、多分早い時間に閉まってたのか、それの継続みたいな感じで3時半にはすごいお店が閉まっていったんですよ。早いですね。夜がなく
なんか昼間のランチで終わるみたいな感じで、したらもうなんかね、あ、なんか柿が食べたいと思って、もう本当に、まあ、あの柿フライは食べたんですけれど、はい、ちょっと焼き柿を食べたくて、でもみんななんか閉まっていくんですよ、うん、でもみんな終わり終わり終わりみたいな、沖縄から来たのにとか言ってしたらなんかさ焼いてくれたんですよ、優しい、そうそう、焼きます、じゃあ沖縄からもせっかくいらしたんでって言って、すごいですね、うん、だから沖縄ってなんか行っただけでね、なんかねラッキーみたいな、もう沖縄に生まれて本当になんか幸せですよね、私たちね、皆さんがね羨ましがってくれるというか、そう、羨ましい、うん、行きたいんですよとか言って、ね、そうそうそう、みんな声かけてくれて、うん、ラッキーです、うちの息子もなんかどこ行きたいって言ったら僕は沖縄が好きだって言いますね、からなんか離島にあの釣りに行きたいとか友達とお母さんも捨てられてるのいやいやいや、なんか北海道先月行った時、はい、すごいなんか雪かきからやるじゃないですか、ですね、ニュースで見るともう沖縄に生まれてよかったと思う、本当ですよね、すごいですね、でも沖縄もね台風しのいだりとか大変じゃないですか、だから北は北で南は南でいいこといっぱいありますよね、きっと、でもなんか沖縄の人はあれですよね、台風も慣れちゃってて、そうだ、皆さんかっこいいんですよ、そうじゃないですか、もう建物が頑丈でないじゃないですか、そう、やっぱり東京とかはね、あーもうダメです、やばいですよね、ダメです、被害がねそんなに、まあ木が飛んじゃったりとか強い時はねあったりするんですけど、でも大体副木が守ってくれたりするじゃないですか、だからそういう生活の知恵とかがすごくいいなってやっぱり憧れがあって、もう東京は何回台風が来ても何度も何度も同じことで言って、もうわーってしてるから、うん、そういうイメージが強いです、東京のおばさんがいたんですね、はい、よく小学校の時からよく行ってたんですけど、はい、もう地震が怖くて結構やっぱりね作りが弱いじゃないですか、そうっすね、で私も一人の部屋になんか眠る寝室を作ってくれて、はい、そしたらなんか洋服とかかけてたらもうなんていうか、そうそうそう、ガタってなんか、もうなんか動けないんですよ。わー、わかります。動けなくて、人間ね、意外とね、こんな時って動けないんだなって、もう小学校の時めっちゃ思って、大きい声で。そうですね、そう。自分東京だからなのかな、他のエリア知らないですけど、やっぱり地震は大きめに感じますね。で、高い建物がいっぱいあるから、その分、ブワンブワンされるっていう。怖いもんね、地震はやっぱ慣れないですね、私もちょっとなんか大きいのとかありましたよね、過去こう10年前ぐらいとか結構大きいのありましたよね、ありましたね、あれとかもすっごいもうざわざわ胸騒ぎがして、子供大丈夫かなって保育園にいたのですごい心配になった記憶がありますね、地震は怖い、怖い怖いですね、沖縄でも大きいの言ったらおっって思いますからね、震度1とかでもね怖い時は怖いですもんね、なんかそれも最近よくありません、ありますよね、なんかちみちみありますよね、そうそう、なんか本当なんか子供の上にこう覆いかぶさってした覚えがあります、ね、やっぱりなんか なんかねそういうねやっぱり震災とかあったら怖いからね、なんかね本当はそういうね訓練もしとかないといけないんだけど、なんか沖縄の人ねのんびり屋が多くて、でもなんかね非常食とかちょっとやっぱり買い置きはするようにはなりましたね、でも最近の非常食すごいですよね、すごいですよ本当に、お湯かけるだけですぐなんか、チャーハンになるとか あります、あります、チャーハンとかもあるんですね、おこわとかもありますよ、そうこれだったら食べられるな、本当に試しにそのままポリポリしてみたら意外と美味しくて、おつまみ、はい、なんかちみちみお米をこう美味しそうかも、あれフリーズドライみたいな感じですかね、あそうですね、一回は調理されてるんで、そうカピカピじゃないけどポリポリ食感でいけちゃいました、ちょっと、探してみよう、震災の時ね、やっぱりあの友達がたまたまね、姪っ子を連れて、
なんかこのディズニーランド行く予定だったんですけど、私は行ったと思ったら結局はその前の日にやっぱりお母さんがついていくみたいな感じで、あの別々になったんですけど、その時に、はい、もう行ってると思ってるから、はい、すごいなんか東京ディズニーランドも大変だよっていう情報入ってきてずっと電話してたんですよ。そしたら全然もう連絡取れなくて、やっとで連絡取れたら、なんでみたいな感じで、え、ディズニーランド行ってないのって言ったら、あ、行く予定だったんだけど変更なってって、今こんな状態だよって言って、その震災の状況も分かんなくて、そうそう、だからこのね大変だったらしいです。もう、うん、だからその話 ね、だからでもね、ディズニーランドってすごいなんか震災の時、うん、あのバイト制が8割じゃないですか、8割ですねって言いますよね。そしたらこのバイト制もすごい訓練受けてるらしくて、うん、もうその時にあの本当にそこでずっと泊まったらしいんですよ、うん、はい、でその時にもう本当にバイト制がすごいなんかもう本当にテキパキ、うん、はい、子供たちがバーってなんか泣いたりしたら、うん、なんかもう全部自分がやることって何ていうのかな、はい、もう一任されてて、うん、何でも OK、はい、この震災の時で子供が泣いたら今度ぬいぐるみとかを子供にこれ頭にかぶるんだよとか言って、うん、子供は喜ぶじゃないですか、うん、なんか全然泣きもせず、うん、すごかったよってして、なんかあのご飯もなんか冷たいもの買ったなと思ったら、もうあったかいご飯が、そういうなんか2000人前ぐらいなんかそういう非常食があるらしくて、すごい、さすがですね、すごい感動したって言ってました、はい、それをまたテレビでやってたんですよ、はい、本当にこんな感じだったって言ってすごい感動してました。すごいですね、バイトさんでもそんなに教育を受けてて、すごい、すごい、ね、沖縄の人もねちょっとねねえちょっと沖縄の人ぬるいじゃないですか、メッセージたくさん来てますね、ありがとうございます。ラントさん、ちょっくんのママさんだとはつゆ知らずすいません。本当のお母さんじゃないですか。沖縄大好きさん、行きたい国アメリカとかイタリアとか、あ、イタリアいいですね、美味しいものいっぱいありますもんね、ピザとかパスタとか、いいそれぐらいしか知らない。イタリアの人ってね、なんか服とかね、うん、おしゃれっていうから、ね、そうですよね、柄物と柄物を合わすじゃないですか、あ、めっちゃかっこいいですよ ね、 ね、沖縄、ね、ちょっとできないですよ、できない、なかなか、イタリアしかできない、はっきりしたね、強めの色を合わせたりとかしてるので、うんうん、ね、かっこいいですよね、かっこいいですね、うちのダンスの先生がちょっと柄物と柄物をなんかイタジライタリア人みたいなんですよ。ちょっと雰囲気ありますよね。ヤンキチさん、若い地元の子は右通行も知らないよね。あ、関東のことですね。右通行、昔沖縄もだった、ね、そうですよ、うん、あの730 730、そうそう、私小学校の時になんかあの交通ね、おまわりさんが来てなんか教えてもらった覚えがあります。これ毎年あるのかなと思って、その日一回限りだった。レアな体験をなさってらっしゃる。ヤンキチさん、昔の、あ、ごめんなさい、大丈夫、大丈夫。昔の台風は大きくて、ヤンバルの川では豚さんが流されてなんて、マジっすか。泳いでたんじゃなくて。ヤンキチさん、おいくつになるんですか。すごい、地震昨日2回あった、あ、いや、沖縄で、いや、ヤンキさん内地にお住まいなんですよ。お住まいなんですね、はい、えらいこっちゃ、いろいろえらいことが書かれてる、ね、びっくり、豚さんが流されて泳げたかしらですね、息継ぎしてたんですかね、ちゃんとあの豚の鼻をピコって、ね、かわいい。あ、ジャガーさん、沖縄にも活断層があるし、100何十くらい前にも大津波がありましたよね。大津波、あ、津波、なんかね、石垣には津波の跡がありますよ。へえ。宮古でした、なんかすごい大きな、うん、あの岩が流されてそのままあるところありますよね。へえ。うん。ねえ、過去にはそういう大きなのあったんですね。津波あったらやばいよね、ですね、本当に怖い。
あの家買うときにちょっとでも標高の高いところに、うんうん、そうだから大山とかも見てたんですけど、うんうん、宜野湾市内で、はい、なんか宜野湾市宜野湾に引っ越しました。ちょっと高い、はい、ちょっとだけ中城のぐらいいた方が本当はね、うん、でも向こうはちょっと霧がすごいんですよね中城は、朝あの子供を送っていくともう霧でなんか、うん、何メートル、うん、なんか向こうのビルが見えないとかっていうの、はい、そうなんですね、ありますね、挿し木の方もですよね、そうなんですね、そうなんですか、挿し木の方も、うん、本当にだから風とかがすごい、はい、すごいらしくて、ああ、うん、大変ですね、大変そう、ね、そうなんだ、沖縄の人もねちゃんと対策をして、うん、リカさんは沖縄のどの辺が好きですか、どの辺なんかね、あ景色とか、ずっと沖縄あの、はい、場所はずっと変わらない、場所は、はい、変わらないですね、中南部エリアなんですけど、はい、でもよくドライブが好きで行くのがやっぱり北の方ですね、はい、大体でもねなんか南部はさちょっと暗いイメージがあって、うん、あーね、そうですか、戦争とかね、そういう格好になんだけど、でもなんかコロナになってからいろいろ南部とかも行くようになったんですよ、うん、結構楽しいところいっぱいあって、うん、はい、ありますよね、南部ちょっと変わってきましたよね、都会が増えてきたというか、うん、確かに、ホロホロの森も行きましたよね、行ってないか、行ってないですね、何ですかそれ、南部ですか、南部、南部、うん、ホロホロの森検索して行ってみてください、どんな、行ってきます、なんかすごいなんかちょっと散策できる、うん、ちょっとあって、はい、海に降りていくんですね、あーいいな、なんかちょっとしたキャンプしてる人もいたりして、うん、いいですね、感じなので、今度連れてってください、うんね、やった、メモしそう、してあとは沖縄のなんか、ダイバーが知るなんかねちょっとなんて滝、はい、ってことで南部にあるって言って、はい、南部にこんなところあるって友達と探して行ったら、はい、サザンリンクス、はい、そこの下の方に、はい、ちょっとねなんかそれって地下水が出てるんですよ、それが滝のように流れてて、すごくなんか、よかったです、いいですね、そうですか、そうなんかね、探したらいろいろね、行ってないところってやっぱり後回しじゃないですか、沖縄にいるから、ね、確かになんか離島もあんまり行ってなかったし、なんか沖縄の人のよりもなんか内地の人の方が沖縄詳しかったりっていうあるあるですよね、はい、ありますね、私も沖縄市内しか知らないね、ね、本当に、じゃあそろそろ直に歌ってもらいたいな、お歌の時間が、実はもう準備してたんですよ、わ何歌おうかなと思いまして、うんうん、あの空も飛べるはずってわかります、わかります、スピッツ、スピッツの、わかります、あのその歌詞の中にですね、うん、君と出会った奇跡がっていうところがあるので、まあ、今日ねこうやって皆さんで出してもらって、うん、でリカさんにも自分も会って、まあ、出会った奇跡があるの で、そこの歌でいいかなと思って、やったありがとうございます、でも全部だとちょっと長いので、うん、最初のサビまで、えサビだけ、ああ サビサビまでサビまで最初 の、はい、イントロからサビまででいいかなと思いまして、はいはい、自分曲の方準備してるので、はい、すごい、いいですか、はい、お願いします、ジャガさんありがたいツッコミおさらい微熱を下げられないまま神様の影を恐れて懐かしいなくしたナイフが似合わない僕をほどけた歌で慰めた色褪せながらひび割れながら輝
夢を求めて君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる。きっと今は自由に空も飛べるはず。夢を濡らした涙が海原へ流れたらずっとそばで笑っていてほしい。チャック顔出してよ誰の声ってそうチャックの声でした、はい、ありがとうございます、ね、顔の出し方がちょっといまいちまだ分かってないんですみませんちょっと勉強してきますありがとうございます。チョックに歌ってほしい曲があるので、あの後で、はい、わかりました。お願いします。お願いしておきます。わかりました。なるほど。歌の方でですね。美女の掟さんではチョックンさんにあのリクエストができるという。そう。初めての試みです。すごいですね。そうなんです。ジャガーさん、話違いますが美女の掟はとうとう1時間番組になったんですが、先週と今週、先週と今週のみなんかねちょっと。後の番組が空いたらしくていただきました。まゆゆさん、私は普天間が好き。私も普天間好き、地元です。もともと普天間です私。ラントさん、リカさん愛してるよ、わお、ありがとう、送られてますよ。私も愛してるよ。沖縄大好きさん、あらまあ、ラントさんいい声だねありがとうございます。ラントさん、高坊さん、ドリカムの吉田美和さんみたい。あ、そうですか、ありがとうございます。この声誰の声、直君でした。直君だ。高坊さんそんな声してる、高い声テノールアルトかな、直君の声、はい、そうです。高坊さんコンバースデー、コンバースデー。ヤンキチさん、なんだろうこれ、パチパチパチ、拍手ですね。ピーパチパチがいっぱい。沖縄 大好きさんも拍手ですね。ありがとうございます。まゆゆさん、コンバースデー、コンバースデー始まっちゃった。壊れかけのラジオ始まっちゃった。壊れかけの美女です今日も。壊れかけないでくださいそこを貫き通してください。壊れかけの美女くくえらいこっちゃ。ちょくんイケボすぎる。パンパン、ただでさえイケメンなのに。いや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 、めっちゃ大パンしてる。ヤンキチさん、メモスピッツ、昔はうるさいハードロックを歌ってたからスピッツ、うるさい、あ、そうなんですね。なるほど、へえ、知らなかった。高坊さん、美女が壊れたのだまだ壊れてない、壊れかけだから壊れ完璧やね、完璧には壊れてないですからね。かけヤンキチさん、メンレ、メンレって何だろう、メンソーレですかね、メンソーレかなごめんなさい、沖縄大好きさん、パンバンバンバキ、あわわ、古墳のあまり大番しすぎて台を壊しちゃった、あれ弁償だな、修理に行きましょうかそういえばあのいつもですね、なんかこのテーマをやるんですよね。そうそう、くじ引きを、これをちょっと、はい、はい、Dさんの方に、はい、ありがとうございます。お、何でしょう、くじ引きでテーマが決まる、はい、じゃあ今日はリカさんに引いてもらいましょう、はい、あら、来週のテーマ、テーマを引くんですね、ここから、はい、引いてもらってるんです、はい、はい、じゃあお姉さま方、今度私の番組にも遊びにいらしてくださいな、ぜひ呼んでください。まゆゆさん会いたい、早く。沖縄大好きさん、作り直します、トントンカチカチ直しまして、早い、いや早いな、仕事早いな、いやいや、うまいな、うまいな、はい、引きました、お願いします、はい、読み上げます、はい、沖縄行ってみたいところ、あ、今日ちょっと、ちょっと、ね、惜しい、惜しい、もう一回引きますね、もう一回引きましょうか、これはちょっと後回しにしてます、して、はい、はい、もう一個、はい、いきます、はい、はい、心に残った旅行、あなんかちょっと近いね近いですね、もう一回3度目、3度目の正直を、はい、じゃあこの柄でもうこれで決定、はい、そんなことあるんですねはい、いきます、台風の時にやること、
あ、いや、またって。また台風の時やることはやっ、まあ、大丈夫か。前にやってますよね。やってるね。私全部引く可能性がある。私ついてない人かって。あ、これいいんじゃないですか。来た来た来た。今会いたい人。これもやりました。やりましたね。どうなってるんですか。見ましょう見ましょう。みんなで見よう。もしかしてこれが、やっと開けてないやつですかね。あーはー。こっち、あの、今み読み上げます。はい。びっくりした食べ物。あ、ないね。あ、じゃあ、これいきましょう。はい。来週はびっくりした食べ物で。行きます。はい。ありがとう。いえいえいえ。で、いつもエンディングなんか流してるんですよね。はい。自分が今日チョイスしたエンディングは、はい。学園天国です。おぉ。シンガーファイブさんの。いいっすね。はい。しっかりとこついてきますね。早瀬、残りもあと1分半ということで、はい、皆さんありがとうございます。あ、またコインをいただいてます。白い風です。あ、白い嵐、風さんだ ね、はい、ありがとうございます。みつこさん、旅行が続いてるからね。そうなんですよね。もう旅行ばっかり行ってる人がいるのであんまり沖縄にいないといういいと思います。沖縄大好きさん、沖縄と心に残った旅行、台風の時にやること語りまくれますぜ。あ、じゃあ来週お願いします。ぜひまた来てください。ね、はい、その次の次も来てください。はい。のんびり猫にゃん。あ、コンティニューコイン、ありがとうございます。リカさんの、リカさんのファンかな。ヤンキッチさん、何の抽選かわからない。あ、来週の、テーマ、起きてテーマの抽選でした。はい、沖縄大好きさん、会いたい人、リカさん、バンバンバン。ありがとう。熱烈アピールされてますよ。ですね。愛がすごいわ。みつこさん、雨降りにやることと被る。まい、まいいですよ。うんびっくりした食べ物、来週よろしくお願いします。ということで、残り20秒です。はい、いいですね。今日も皆さん、たくさんたくさんコメントありがとうございました。コインもたくさんありがとうございます。沖縄大好きさん、ありがとう。この後、リカさん登場なので、はい、またぜひ引き続き聞いてください。はい、ありがとうございます。また来週。ありがとうございます。何も考えないで私たちやばいよね。いやいやいや、自分たちも想像以上に何も考えてないんですよ。本当